皆さんこんばんは、吉田です。はい、どうも皆さんこんばんは、エイタ。というわけで今回はアームズ先行体験会、エイタさんとやっていこうかなと。はい、格ゲーのプロなんで、まあ、プロゲーマーですから。俺のゲームです。うん、早速やっていきましょう。やるぞ。吹っ飛んだ相手には通勤ができる。読んでいこう。全然知らないから俺たちも。チャージショットを使ってみたい俺は。使いにくい、使うの難しそうだよね。あれそう。一応これね、いろいろ選べるんだよね。チャクラの、はいはいはい。基本はでもパーツはまだ最初はあれなんじゃないの。でもなんか増やせるのかな、このぐらい。投げて、あ、いいね。ちょっとこれダッシュでちゃんと避けなきゃいけないな。あ、これすげえ、すごい伸びる体が。チャージショット中にほら見て、それ強いの。ちなみに、いや、これ回避できるんじゃない。ほら、ちっちゃくなるから。マジか。待って、これちょっと分かってきた。どうした。こういうこと、こういうことですよ。やるやる。天才か。ちょっとたまにガードして、あがこれ基本相手攻撃見てステップに。ちょい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 。ちゃうなこれ。 DNA は最強説あるわ。2人とも食らってる、2人とも食らってる。いや、もったいない。これ同じ位置にいると寒いね。そうだね、確かに。来た、これやる。なるほどな、これ多分同じ位置にいない方がいいな。うん、いろいろ一緒に食らう。おもれー、 DNA もおもれー。面白かったディオンって伸びるんだ。なんか伸びてどうだった。ちなみになんかね、気持ちいいこのよくわかんないんですか、トリプルボム。待って待って、バレーだ。あ、じゃあバレーは絶対ボムダメ。ちょっと俺前行くわ。オッケーオッケー、こうや、こうや、こうや任せろ。うわ、かわいいディエヌマ。いいよ、いいよ。なんけー、これが。こういうゲームだよ、これ。うれー、連携ではディエヌマ、ディエヌマ最強説あるわ。一緒に当て、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 ディエヌマ、ケツかわいいな。かわいいんだよ。そうなんだよ、ケツかわいい。ほい、ほい、落とし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 。まあまあ勝って、前向かねえわ、前向かねえ。ダメ、今のは無理、今のは無理。今のは無理、今のは分かってない。おれ、おい、こういうあんま関係ねえ説あるな待ってんだけ。おい、あった怖え意味。痛えよ、ごめん。あるな、バレー、バレーだけは最強説あるわ。バレー、俺ら、ダメ、あるんちゃうのこれ。はい、しょ、ほい。いや、これ持ってば勝ちだよ。勝ったんちゃうかい、よっしゃえ。はい、これ俺らのゲームじゃねえ。うん、完全に。結局こいつリボンガール説。リボンガール説は、でも相手、あー、やべ、 DNA マンだ。俺らは捨てたキャラいっぱいいるよ。 DNA マンじゃねえ。俺らはメインキャラ決まったからな。忍者ら&リボンガールでやってるからな。いや、俺 DNA マンだから。嘘でしょなんでそれ使ってんだよ。ちょ、で、あいつ、緑任せ、緑は、緑は任せ。Okay。で、DNA は早ない。うわ、視点切り替えてるやな。難しいよ、アーチョ。何で最初に、これ3だ、これガード、ちょ、うっしょい。やべやべやべ、落ちて、頑張って、落ちて、頑張って。最後の試合、最後なんだから、最後。 OK、OK、OK、 最後ぐらい勝とうよ。いや、勝つ勝つ。こんな人生だったけどさ。おい、投げられてるぞ。任せ、任せろ、俺も投げられてるんだよ、実は実はだけど。おいおい、いや、そろそろ、そろそろ溜まるだろ、そろそろ溜まるだろ、あれが。え、消費ね。溜まったー、もう俺も溜まったんじゃない。すぐ、俺の邪魔したい。今全く当たってないんだ、これ当たってないの。よし、あ、やっぱ、おっしゃい。おー、すぐ行け。ちょっと俺の目の前になんかバカ。俺殴ったもんな。おい、任せたマジかよー。ゲームイズの方、任せた。おっちゃー、超品呼ぶ、超品かまされたんだけど。先輩、俺はい、というわけでアームズやっていったんですが、はい、なかなか面白いというか、面白い。そしてエイタさんがうまい。やはり結構向いてる可能性まあ、スイッチ発売したらまたエイタさんのチャンネルに僕がお邪魔したり、はい、あるいは僕のチャンネルでやったりするかもしれないので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。